はい、こんにちは。皆さん、自分のこと好きですか？自分のこと嫌いな人っていますよね。自分嫌いになるので絶対にやってはいけないことっていうのがあるんです。それ何かっていうと、名前いじりなんです。だってね、名前って特別なんです。例えば、どんなに大勢の場所でガヤ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 していたとしても、そこで必ず聞き取れる言葉って何ですか？名前なんです。名前だけは、自分の名前だけは必ず聞き取れることないですか？そう、心と名前は強烈につながってるってことなんです。つまり、自分の名前が嫌いになると自分のことも嫌いになるんだってことなんです。僕は自分のことが長らくの間嫌いでした。そのことを象徴する理由の一つが自分の名前嫌いだったんです。とにかく自分の名前を呼ばれるのも呼ぶのも嫌だったんですよ。松田大好き。ダサくないですか？だが2個も入ってるんですよ。だが、濁点が。しかも松田大介だってだが続いてるんですよ。かぶってるんですよ、だが。だっていうのはね、無駄のだ、ダメのだ、打足のだ、いい意味ないじゃないですか。昔ね、田舎っぺ大将っていう漫画があったん知ってますかね。だいぶ昔ですけど、常時鼻が垂れていてね、なんかだらしなくてお漏らしばっかりしてね、泣き虫の超不細工な主人公だったんです。その人の名前が、通称が大ちゃんだったんですよ。これ嫌で嫌でね、これがね、もうこれ子供心に傷ついてました。僕大ちゃんでしたから。あと松田もダサいです。松田ってなんかこうね、桜だとかだったら華やかでかっこいいじゃないですか。桜綺麗だよね。ところが松田ってダサ。松ってなんか渋すぎません？ね、当時は芸能人で松田聖子っていうアイドルがね、すごく登場して人気を博していたんですけど、でもね、子供の頃の男子って女子嫌いなんですよ。女子は敵なんですよ。ね、だってヒーロー、仮面ライダー、ウルトラマンがもう僕のヒーローだったわけですよ、その頃ってね。そこにぶりっ子のアイドルってもう忌み嫌う存在ですやん。それがまたもう松田嫌いに拍車をかけてました。と、まあいろいろ理由を述べてますけど、まあそんなもんは後付けに過ぎないんです。嫌いになったきっかけって今でもはっきり覚えています。もともと僕は HSP というか、子供の頃は HSS で社交不安症な子供だったんです。とにかく初めてのこと、初めての人、初めての場所、この大の苦手で、時は小学校1年生の入学式の時ですよ。もうね、それは不安で仕方がなかったんです。ね、もう入学式の3日ぐらい前からもう熱出して、ね、当日も熱出してました。ね、当日熱出して、もこれ休んだら、もう入学式に休んだらこの子どうなるんやって母親心配して熱出したのに連れて行かれましたよ。ね、もう不安と恐怖でもうドキドキだったわけですよ。はい。で、僕は地元の幼稚園には通ってなかったので、学校に知り合いっていうのは一人もいない状況だったわけですね。それが不安で拍車をかけていたわけなんですよ。で、そのままド緊張のまま入学式を迎えて、ね、で教室に入って、そして初めての教室ですわ。ね、そこでまず定番の「はい、出席を取ります」で、初めて出席を取るというところがあるわけですよね。で、担任が一人一人名前を呼んでいくわけです。名前を呼ばれたら元気にお返事してくださいねとか、人前で名前を呼ばれて返事をする、これまさにもう一世一代の大仕事なんです、僕にとったら。で、やがていよいよ順番が回ってきました。はい。松田大介君って呼ばれた瞬間、何が起こったと思います？ドカーン、大学生です。なんで、何がおかしいの、名前呼ばれただけなのにってなったんです。ね、子供たちが爆笑するって笑ってますから、そこに来てる親たちもつられて笑ってますが、みんなが笑ってるわけですよ、松田大介という名前に。この時に僕はもう電撃が走ったんです。ね、そしてその時にこう理解したんです。松田大介という名は笑われる名前なんだ。今でも何がおかしかったんか分かりませんよ。
ね、当時小学校1年生6歳ぐらいの子供なんかは、まあ、何でもおかしいんですよ、ね、笑ってたのは僕の名前だけじゃなくて他の子の名前だって笑ってたかもしれませんね。たかしとかひろしとかとしおとか、そんなありきたりな名前だったら笑わないけれども、こうじろうとか、しんのすけとかね、そういうちょっと珍しい名前だったら笑ってたかもしれませんよね。もう子供のツボなんてもうとっぴなもんなんですよ、今思えばですよ。でも当時は僕はショックだったんです。それ以来僕は自分の名前が大嫌いになりました。そして毎年クラスが変わるたびに最初の出席を取る際にこうなるんです。じゃあ最初出席を取ります。名前をね、みんなの顔と名前を早く覚えたいので大きく返事してくださいねとか言って、担任がでね、新しい担任が名前呼んでいくわけですよ。もうこれがもう毎回毎回毎年毎年嫌だったんです。松田大、これなんて読むんかな、妻、読めんわとか言って言われるわけ。松田大好き、この漢字読めんか、教師なのっていうか予習しとけよって、これから担任持つというのに。これね、一発で呼んでもらえない屈辱、これもあります。それと教師がわからないからといって、あ、大輔って言いますで、恥ずかしいから小さい声で言う、僕で言うわけですよね。で、はって言われるわけ。大輔です、っていう自分の名前を連呼しなければならないこの恥ずかしさ、だって嫌いなんだもん。これでもう自分嫌いはますます強化されていったわけなんです。わかります？ところがね、ところがあることがきっかけで僕のこの自分の名前嫌いにブレーキがかかる出来事が起こるんです。それが何かというと、荒木大輔の登場ですね。荒木大輔、高校野球甲子園ですよね。当時は徳島というと、もう池田高校全盛期っていうんで、甲子園の主役は池田高校だったんです。だからもうね、甲子園めちゃくちゃ楽しみで 見てたんですよ。で、そこに、それ見てた時に、さっそうと現れた甲子園のヒーローっていうのがいたわけなんです。それが、早稲田実業高校の荒木大輔だったわけ。もう大ちゃんブームの到来ですわ。で、この熱狂ぶりによって、僕は初めて知ったんです。大輔って恥ずかしい名前じゃないんだって。それ以来ね、もう僕は大輔ですってこう人前で自己紹介をすると、あら、荒木大輔と一緒やねって言われるわけ。それがね、なんかもう称賛の眼差しを受けたような気分になった、なってた。わかります？この気持ち、この心境の劇的変化。しょうもないくだらない、大したことじゃないと思うでしょ。いや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 、もうね、僕にとっては大変なコペルニクス的大展開なわけですよね。本当、もうそれ以来僕はもう荒木大輔の大ファンですよ。もうあなたのおかげで僕は救われたんです。そして次に登場した人物、これが僕の前に登場してくれたんですよ。これがね、太陽にほえろのジーパンデカですよ。はい、伝説の俳優松田優作ですわ。かっこええんです。何これって出てきた時僕びっくりしましたよ。むちゃくちゃかっこええやんね。僕はもうもやしっこでね、ひ弱だったんです。軟弱者だったので、強い男に憧れていたんですよ。でそこへ来てこの松田優作に目が釘付けになったんです。あの人名字が松田なわけですよ。松田なのにあんなに生きっとんです。松田のくせにあんなにカッコつけて、実際にカッコいいんですよね。みんなからモテてるんですよ。へえ、松田のくせに自信あるんやな。あ、そうか、松田ってダサくないんかって知ったのはもう高校生が終わる頃でした。こうして荒木大輔と松田優作のおかげで僕は初めて自分の心に黄金水が注がれたんです。それ以来少しずつ自分の名前を口に出すことに抵抗感がなくなっていったんです。いいですか、子供は名前をいじられると一生そのトラウマを
背負うことになるんです。名前はダイレクトに自己肯定感に直結するんです。僕の周りにもいましたよ、ね、山本くんはずっとリンダって呼ばれてました。山田さんは女子なのにドカベンって呼ばれてました。山田太郎だからね。熊田さんはプーさんですよ。熊のプーさんだからね。赤松さんはレッド松さんで呼ばれてました。小島さんはスモールアイランド小島からのザ・スモアですわ、ね、当時ザ・サモアンズっていうねプロレスラーが流行ってたんで、そこから取ってザ・スモアですわ。これね、意外と傷ついてます。学校の先生とか担任とかって平気で言っちゃったりするんです。おう山本、リンダやなって傷つくっちゅうね。名は体を表す。まさに名前はいじっちゃダメよ、ね、それ人格をいじっちゃってるのよ。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。